こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち、自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第171回さなきち、自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする、楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。オープニングトークね、植物の話。お花がないです。でもね、今日ね、なんか急に思い立って、このハイビスカスを随分切りました。もう相当切ったよ。ちょっとこれで合ってるのかね、わかんないんだけど、もう相当ジョキ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 ね、切りました。赤いハイビスカスでしょ。それと黄色いハイビスカスも切ったんだけど、ちょっとこっちはね、失敗気味、なんかバランスがこうなんか斜めになっちゃって、まあ、でもハイビスカスの生命力に期待して、これからまたね、新しい枝が出てくるんじゃないかなって見守ろうと思っています。それでね、すっかりお花を買う習慣っていうのが今途絶えちゃって、そう、この間スーパーでね、お花見た時にね、ああ買ってないなと思ってね、やっぱり直売所に行かないとなんか買えないのよね。直売所のあの野生味あふれるお花を安く買いたいみたいなね、思いがあるから。そう、だからちょっとお花はね、まあ夏で暑いし、お休み中継続します。それで毎日暑いじゃない。で、暑くて、いよいよね、クーラーをつけました。そう、クーラーつけて、鳥が鳴いてる。クーラーつけて、寝室もクーラーつけて、このリビングはね、昨日つけました。昨日もさすがに我慢できなくなってつけて、やっぱりクーラーつけると快適だね。じんわりかく汗っていうのが、意外と日中ずいぶんかゆかったんだなっていうことにクーラーつけて気づきました。寝室もね、つけるとよく眠れるし、やっぱり我慢しちゃいけないなって思った。電気代ね、値上がりしたけど、もうやっぱり体のね、こと考えて、あの快適な空間にするって重要だなって改めて思いました。で、今日はね、なんかラジオの前に、そう、なんかね、もうめっちゃ掃除したのよ。もうこのハイビスカスを切るところから始まって、台所も綺麗にしたいと思って、あの五徳の周りとかね、全部台所管理をピカピカにしたも疲れちゃって、汗もいっぱいかいて、そう、暑いです、暑い、クーラーつけてても暑い。で、久しぶりにこれね、この季節が来ました。鳥さんワンピースの季節来て、そう。で、あとね、ホノルルマラソンへの道は、昨日走りました。昨日3キロ走って、3キロよ、3キロぐらいじゃ全然マラソンにはダメなんだけど、でもやっぱり少しずつでもね、走り始めなきゃいけないなと思って再開しました。で、やっぱりね、走る筋力はズンバとかの筋力とは全然違う。やっぱり走り始めるとすぐこうすねが痛くなったりさ、ふくらはぎの筋肉がなんかつりそうな感じになったりするんだけど、でもね、スタミナはついてるなって思った。さすがにもうほんとね、2クラスとかスポーツクラブで連続して出たりしても動けるようになってきてるから、スタミナはついてきてるなって、それは嬉しかったけど、やっぱりランニング用の筋肉をちゃんと使っていかなきゃいけないなって思ってます。で、先週はね、スポーツクラブ3回行って、合間に1回途中にね、あのズンバのサークルに出たの。あの私の好きな先生のズンバのサークル出て、そしたらそれがやっぱりハードでさ、スポーツ
ブは45分とかなんだよ、ズンバが。まあ短いのね。だけど、その、サークルの方は、最初にエアロビクスみたいな30分やった後、その後、もう、超ハードなズンバを1時間やるのね。それでもヘッドヘッドに疲れちゃってさ、その、ズンバのサークル出た翌日に、スポーツクラブ行ったんだけど、全然できなかった。あ、だから、やっぱりちゃんと休息するっていうことも大事だなっていうのをね、最近分かってきて、そう、休み上手にならなきゃダメだなって思ってます。それで、あとは、父の話ね、父の話。補聴器が見つかりました。わー。先週、補聴器がなくなったって話したんだけど、補聴器高いのよ。なんだっけ、18万。片耳18万。そう、それでなくなって、いやでも、探してくれっていう風に言ってさ、そしたらやっぱり出てきた。ただ、問題は、猫が持ってったみたいで、かじっちゃったみたいなの。こう、イヤホンのとこだったらよかったんだけど、この本体の方をなんかかじっちゃって、なんか傷だらけになってるから、果たして使えるのかどうかを今日修理に出すそうです。修理もすごい高いんだって。だからやっぱりさ、補聴器シェアがあんまり競争がいないせいか、まあ業界がね、こう、競争が激しくない携帯電話とかみたいにさ、だからものすごい高いし、まあそれだけのものではあると思うんだけど、買う方がさ、年配の人が多いっていうのもあって、なんかね、若い人だといろいろ検索したりとか、価格比較したりとかっていうのもあると思うんだけどさ、じゃあそうじゃない部分もあると思うんでね。まあ本当に高いお金がかかるから、お兄ちゃんと頭を悩ませています。そう。それと、あとね、この間ね、うちのベランダにウグイスが来ました。ウグイスが来て、すごい綺麗な鳴き声だった。やっぱり、なんだ、楽器みたいだね。鳥の鳴き声って楽器みたいだなと思って。というのも、こう、ただ鳴いてるんじゃなくてね、あんな小さな体なのに、こう、鳥の体内で共鳴してるみたいな音がするんだよね。だからね、感動しちゃった。感動して、それを夫に話したの。この間ベランダにウグイスが来て、もう近くで聞いたらすっごいいい声だったよっていう話してさ。そしたら夫も、自分もランニングしてる最中に聞いたと。聞いたと。でね、テープじゃない。あれはテープじゃないって言ってしきりに言ってたから。相当テープの、レストランでね、流れてるウグイスのテープの鳴き声を。自然の鳴き声だと思ってたことがね、相当ショックだったみたいで、あれはテープじゃないって言ってね、何回も言ってたのに笑っちゃいました。それで、今日の洋服はさっきも言ったこの鳥さんのね、鳥さんガーゼワンピース、これすごい気に入ってます。ダブルガーゼでめっちゃ気持ちいいの。やっぱりこれ夏のね、私の部屋着でね、ここにねポケットが出てた。ポケットが出てました。後ろにね、ボタンがついてるの。ボタンついてて、どっかになんか、だから要は、こうやってちょっとね、すぼめて、こういう風に着ることもできるんだけど、もう私は、もう広げたまま、ふわふわと風を内側に入れながら、これでね、過ごしています。すごい気持ちいい。ダブルガーゼね。それと今日の飲み物は、常温の水です。もう暑いから、常温の水。いや今日掃除して汗かいたわ、本当暑かった。あ、それとね、髪を自分で後ろ切りました。ここすごいすっきりしたでしょ。バリカンでね、こうやってね切って、ちょっとこの伸びたところをすきばさみでね、ジョキジョキジョキって切りました。かなり刈り上げになっちゃったけど、やっぱり首にね、髪がないっていうのはね、大事だなって。痒くないから。まあそれは肌の調子のところで話します。で、今日はね、すごい真っ黒い雲が出てきて、雨が降るのかしら。またね、いつものラジオが終わったらズンバに行くっていう、今日はそういう日です。でもね、もう忙しいのよ。本当に忙しくて。そこにスポーツクラブが入ったから、もう調整が大変でさ、大変だけど頑張ってます。で、昨日はね、大学の
レポートの返信20人以上一気にやって、いやでもね、アサーティブの力って本当すごいね。もう学生がさ、こう目を見張るように成長していくんだよね。ちょっとしたことを友達に断ったりとかさ、先に行っててとかそういうこと意外と言えないんだよね、気使っちゃって。でもそれが言えるようになった、とっさにアサーティブができるようになってきてる。ちょっとしたことを断ったりとか、ちょっとしたことを指摘したりすることっていうのはね、いやすごいなって思ってね、もう感動しながら、鳥肌立ちまくりながらね、レポートの返信をわーってやりました。はい、そう、今日はねこれから多分雨が降ってきそうです。で、私もすごい楽しみにして、今日この日をね、何話そうかなってだからやっぱり私はこのラジオを中心に生活を組み立ててるんだよね。そう、なのでみんなも、うん、私の、まあ、本当にあのどうでもいいおしゃべりでもあるんだけど、あのみんながね、前に、目の前にいる、この画面の向こうにいると思うと、うん、私も楽しくてみんなと話してるような気持ちになって、なのでそう、一緒にね、体の声、心の声に耳を傾ける30分にしてもらえると嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち、今週の肌の調子。わー、はい、今週の肌の調子なんだけれどもあのね、実はね、まあ、ここで見るとすごいよく見えると思うんだけど、まあ、これ良くなったの。というのも一回ね、あるものを食べて、あの腸の調子が多分ね、ガンとね落ちただと思うの。それでね、肌のクオリティが一気にね悪くなったの。それは何かっていうと、これアイハーブで買ったポップコーン、このポップコーンを自分でやって食べたわけ。そしたらさ、すごい肌の調子悪くなっちゃって、多分腸に影響したんだと思うけど、なんか砂糖とかの感じとはまた違うのね。なんかじわっと肌のクオリティが全体的に落ちて、それで特にね、顔がひどくなりました。これオーガニックのポップコーンなんだけど、これでね不調を感じたのは、実は今回これを買ってから2回目なので、その前もね、これ注文するの2回目なんだけど、その前もあれなんかおかしいなって思いながら食べきったわけまた間空いて忘れちゃってて、注文して、まず注文してすぐやったらめっちゃ肌荒れてそれで、あ、多分これかなと思って、間開けたのよ、2ヶ月かそのぐらい我慢してたのって、そろそろいいかなと思ってやったら、やっぱり、ダメだった。これね、これオーガニックポップコーンって書いてあるんだけど、だからまだこんなにあるし、あともう一袋あるのよ実は。でもね、ちょっとね食べない。で、なぜかっていうと、この辺のこういうの、赤いポツとか、こういう赤い斑点、鼻のところとかこの横とかね、すごい出てきて、首もこれ治ったんだけど、治ってきたんだけど、首もひどくなって後ろもボコボコになったの。だから多分私はこのポップコーンだと睨んでんだよね。でさ、かゆいのよ、すごく。なんか汗かき始めると痒くて、それでスポーツクラブ行って運動して、最初がすごい大変、なんか汗がちょっと猛毒風になっちゃって、それが大変でしょって、首も痒いし、だからね、やっちゃいました。久しぶりにまた食べ物で、ちょっと油断してたね。これはやっぱりオーガニックとか書いてあると大丈夫ってやっぱり思うじゃん。でもダメだった。どうしよう、こんなにいっぱいあるんだけど、あともう一袋あるし。そうだからね、ちょっとね、
そう、最初食べた時もあれポップコーンって腸に悪いのかなって思ったの。あれなんでこんなに他にね何にも食べてないのに肌こんなに調子悪くなるんだろうって、痒くなったしさ、そう腸に悪いのかなっていうのが確信に変わりました。これね、これが油もほんと少量にして、なんか油の害も出ないようにしてやったんだけどダメだった、うん、そうね、顔こんな感じで、全体的に、まあ、今はおしゃれ心出して髪留めてないけど、本当普段はもう完全に髪留めてます。やっぱりもう下ろしてられない体質になっちゃった。うん、それで、ね、首ね、首こうでしょ、ほらね、しっかりしっかりアトピーさんしっかりアトピーさんです。首の後ろも、ただね、ほっぺたはピカピカになってきた。そう、あ、このポップコーンの後に、ね、鼻もすごい赤くなったの。鼻がここトナカイさんみたいに鼻が赤くなって、こうちょっとニキビとかじゃないけどさ、鼻が赤くなる時あるじゃん、なんか肌が荒れて。そう、それになったからね、食べない、もうこれ食べない、本当に食べない、誰か引き受けてくんないかなこれね。そうでしょ、そういうことがありました。それとあと、あのね、夫の肌の調子なんだけど、あの夫がね、やっぱりあ、ダメなんだなって思ったことがあったの、食べ物に関して。まあ、私はほとんど食べ物の系のねことなんだけど、あの夫がね、山登り行った帰りに、なんかこう自然派のお豆腐屋さんでおからドーナツと厚揚げと普通の豆腐、寄せ豆腐みたいな買ってきたわけ。私はもうどう見ても絶対食べないようなやつなんだよ。でも私ほどさ、あの食べ物に対するこう警戒心みたいな、やっぱりね、夫アトピーじゃないし、ないじゃない。でまあ私がいつも買ってきたものを食べてるから、まあ肌とかね、あの若さみたいなものは保たれてると思うんだけど、それか自分で買ってきたものじゃん。でその自然派風のお豆腐屋さんが作ってるおからドーナツ食べたわけ食べたわけ。そしたらさ、お尻が大爆発しちゃって、食べた後ね、翌日かな、さない、やっぱりあれお尻に来たよって言うから、え、本当って言ってさ、どれどれ見せて見せて見せてもらったの、お尻。そしたら本当にあれ私のお尻かなって思うような爆発の仕方、もう爆発して、もうジクジクみたい、ビランみたいになってるわけ。ビランみたいになって、そこから汁が止まんないって言ってさ、はあ、もうこれは相当なものだったねって言ってね。で私も一応見たの、 おからドーナツの裏を。そしたら、まあまあダメよ、普通におからは入ってるのかもしれないけど、あのパンケーキミックス、普通の多分パンケーキミックスと、あとショートニングで普通揚げ油ね、何使ってるか分かんないよ、菜種油とかじゃないと思う。菜種油だってさ、何回も使って酸化してたらさ、もうすぐ私なんか出ちゃうから、食べて、私にしたら食べていいわけないドーナツだったわけ。そしたら、まあ普通の体質の夫、普段食べない人が普通の体質で、そういうのをぴょこって食べると肌にバンって出たわけだから、まあやっぱり食べ物ってすごい影響あるなって改めて思いました。自分の体じゃなくて人の体を見ていてね。それでだから、おからドーナツと厚揚げもさ、色が、私からしたら色がもうやばかったわけまあ多分良くない油、何度も使ってる油の色、もうなんか黒くなっちゃってる感じのが、あの袋の中に染み出しててさ、それを、まあ、やっぱ自分で買ってきたからもったいないと思って半分食べたみたいなね。でしかもさ、私が食べる時だったら熱湯かけて油抜きしたりするけど、そういうね、あの習慣がないから、もうそのまま食べたみたいな。まあそれも多分お尻に来たんじゃないかなって思うし、そのまた3日後ぐらいにね、また肌を見せに来て、
さなこんなところがって言ってこう手のねこう内側のこの柔らかいところがもうチクチクになってしるしるになって破れてさ手がすごい痒いって言ってたからやっぱりその油の影響がずっと続いてる、まあ、あとおからのミックス粉小麦粉ね小麦粉普段食べないからさまあそんなことがありました。なのでやっぱり食べ物重要だなって思った。まあ私もこれやっちゃったしねこのポップコーンやっちゃったし、まあ夫もアトピーさんじゃないけどお尻爆発しちゃったし、まあそういうことあるんだなって思ってます。そうねそんな感じの1週間だった。でまあスポーツクラブ私は行っていて汗のかき始めは猛毒みたいでこのポップコーンの影響か痒いけど気づいたのはね、かき壊したりしてもかさぶたが早いのよ。特にね膝の裏はね今ねちょっとね続いてるんだけど、でもねかさぶたになって治ろうとするのがやっぱり早い。汗かいてると、うん、肌のこう自浄作用みたいのがすごい早い気がしますね。このほっぺのところとか、それとあとはなんか運動してるせいか頭の回転が速くなった気がします。もう最近さ脳細胞がどんどん死んでってるなっていうのは実感していて、まあ、老化ね老化。それで、物忘れとかさあれってな何しに来たんだっけっていう台所行ってあれ何するんだっけ私みたいなそういうこと多く増えてきてさ、だけどまああるけどなんかね脳が動いてる感じがやっぱり運動してるとすごいあって、だから大事だなって思う。何回も言ってるけど脳を鍛えるには運動しかないっていう本にも老化に打ち勝てるのはやっぱり運動って書いてあったから、まあ私は別にさ年を取ることを否定してるわけじゃなくてね、年を重ねた美しさみたいなのもあるって思ってるからさ、まあでも本当運動してさ脳がこう動きやすくなったり、まあ、体が動きやすいっていうのは、まあ、日常生活快適だなって思うからね。いや本当スポーツクラブ入ってよかった。昨日もさ走っててさ、これ本当走るだけだとやっぱり、まあ、飽きちゃう、まあ、秋っぽいからさ、なので音楽聴きながらこう楽しく動けてるみたいのが私にとっては重要なんだなっていうのはね改めて昨日走ってみて思いました。まあねそんな感じで、まあ、運動しつつ時々こういうねやらかしをしつつ、うん、まあ、なんとか過ごした1週間だったかな。でね、みんなも肌の調子どう？こうめっちゃ暑いじゃん、めっちゃ暑い、ジメジメしてるし、だからもうほんとね汗が大敵な季節になっちゃったんだけど、うん、ぜひ肌の調子とか近況報告とかね、まあ本当にラジオ聞いて感じたこととか考えたことね、コメント欄ぜひ記入してください。待ってます。それではお便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にえりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて途中からお便りを紹介したいと思います。一緒に歌ってもらえると嬉しいです。できなくてもそんな君
紹介したいと思います。ゆかちゃんからいただきました。こんにちは。おとといクッキー届きました。早くてびっくりしました。丁寧なお仕事ぶり、さなきちさんの愛情が至るところにたっぷり散りばめられていて、たくさん元気&パワーをいただきました。お手紙もありがとうございました。大事にいただきます。 Vlog 見ました。北海道シリーズね。さなきちさん、シミ一つなくてめっちゃ肌綺麗ですね。私はただいま首が激悪化中、久々傷だらけで痛しかゆしです。目の下もかゆくてシワシワに、でも元気です。ご旅行中でしたらすみません、返信不要ですというね。ゆかちゃんから来ました。でね、ゆかちゃんがね、クッキーと一緒に写真も撮って送ってきてくれました。もうめっちゃ可愛いの、ほんとめっちゃ可愛いから。そう、ゆかちゃんありがとう。で、ゆかちゃんはね、前もお便りくれてね、よくね、公式 LINE の方にね、連絡くれるんだけど、そう、それで、まず、あ、そうそう、首が激悪化中。首はね、なんかね、突然来るよね、首突然来て、あ、長いの首って。なんかなかなか治らない。私ももうそうなんだけど、なかなか治らない。傷だらけで痛しかゆし、痛いしかゆいってほんと辛いよね。で、目の下もかゆくてシワシワに。だからちょっとアレルギーとかもあるのかね。この辺の皮膚って柔らかくてさ、弱いじゃない。だから花粉の時期なんかも私結構かゆくなるんだけど。そう、ゆかちゃんのね、素敵なところはね、でも元気ですって書いてあって、いいぞいいぞって思いました。私もその感覚に近いかな。まあ、いろいろあるけど、あ、でも元気みたいな。みんなはね、そういうことあるよね。アトピーさんじゃなくてもさ、いろいろあるけど、いろいろあるけど、まあ敏感肌の人もいればさね、いろんな状況あるけど、でもまあ元気だよねみたいな時ってあるよね。そう、それでいいと思う。うん。あとね、シミがない、シミがない件については、あ、シミあるよ、あるあるけど、あ、ここここ、とかね、あと、まあ、この辺あるあるんだけど、何回かね、言われたことある。シミがないって、シミがないですねっていうのと、毛穴がないっていうのは言われる。そう、だからむしろこう何にもしてきてないのがいいのかなとかね。あと日焼け止めも、日焼け止めもう何年も塗ってない。途中曖昧間にテスト的に塗って、結局それで肌すごい悪化して塗れないっていうのを繰り返してるから、もう何年も塗ってないね。日焼け止め、日焼け止め塗ってない。もう、ほんと、下手したら最後に塗って、いや記憶にないな。こうなんかこう日常的にこんな風にね、こんな風に塗ったのは多分20代むしろ10代とかは日焼けオイル塗ってたからね。日焼けオイル塗ったりしてたから。だから日焼け止めも何十年も塗ってない。ずっと私の紫外線対策は帽子とアームカバーとか手袋とか日傘で、塗ってないけど、シミにはなってない。だからシミになりにくい体質なのかもしれないし、わかんない。でも母はシミあってね、こういうところに。母は日焼けが大好きな人だったから。本当にさ、子供の頃ね、家族でハワイに行ったのよ。うちはジェットコースターみたいな家だったから。一時期小学生の時に家族でハワイに行って夏休み1ヶ月ぐらい行ったりしてたかと思えば、私の記憶ではそのハワイに行く前も借金取りに追われていて、で多分父がなんか事業で当たったかなんか、一時期ちょっと羽振りが良くなったんでね。で、その数年ね、ハワイに行って、
その後また借金取りに追われて、電気、ガスが止まる生活、水道はさすがに止まらなかったけど、もうしょっちゅう電気とガスが止まって、電話が止まるのもほんとしょっちゅう。ほんとそういうね、ジェットコースターみたいな家庭でね、まあ私は育ったわけなんだけど、母がそのハワイをね、すごい好きで、で、本当にいつも日焼けしてたの。だからよく小学生の頃、小学校から帰ってくると、家の近くに来るとね、サンオイル、日焼けオイルの匂いがしてくるの。あ、そうすると、ママベランダで日焼けしてるなっていうのが分かって、家の手前からママ帰ってきたよって言うと、こうね、布団とかで隠されたベランダの内側から、お帰りっていう声がするわけ。そうやって上に上がっていくと、母が、このベランダでね、マット引いて横にあって水着着て、日焼けオイルでね、ギラギラ輝いたね、母がね、よくね、ああ、懐かしい。そうやってね、横になってました。そう、だから日焼け大好きで、三越で働いてる時も、シューマイ屋さんやったり、漬物屋さんやってる時も、休憩時間に、母がいないなって思ってる。他のね、お店の人にね、母見かけましたかって言ったら、ああ、お母さんね、今ね、屋上で日焼けしてるってよく言われて。だからいつもね、真っ黒だった、母はね。懐かしい。本当に。そう。まあ、そのせいもあって、母はね、こういうところに日焼けのシミ、大きなシミはあったけど、そう。そうね、そんな感じかな。お便り来ないから、母の話になっちゃったけど。そう、だから、シミは今のところ、もうちょっと、薄いやつはあるけど、まだこう、つながったりはしてない。してないです。そうね。だから、ゆかちゃん、悪化してても元気に過ごして、素晴らしいと思います。そういうのでいいんじゃないかなって思う。いろんなこと起きるじゃん。いろんなこと起きる。体のこと、肌のことだけじゃなくてさ、家のこととか、私も去年いっぱいいろんなことあったし、今年も、まあ、父の話、明るく話してるけど、まあ、すったもんだはいろいろまだ続いていて、この間もさ、父の愚痴ね、聞いた。多分、40分くらい聞いた。まあ、でもね、前は無力感で聞いてて、昔は親の話っていうかね、自分より年上の世代の親の、まあ、子供がカウンセラー役みたいになっちゃうわけよ。機能不全家族みたいなね、ところで育つと。で、前は無力感でいっぱいで、垂れ流しみたいの聞いてたから、それがすごい辛かったんだけど、今はまあ、アサーティブ知ったし、まあ、選択的に、まあ、今はもうしょうがない、聞こうって決めて、いろいろこう、まあ、測りにかけて聞くメリット、聞かないデメリットみたいのを考えて聞いて、それで、あ、もうこれ以上聞けないとか、あ、リフレインに入ったなって思ったら、話題自分から変えて、話、ちゃんと切るっていうことね、してる。できるようになったから。まあでも、父とだと難しくて、ごめん、その話聞きたくないとか、もうバッサリ言っちゃう時あるけど。まあそうしないと止まんないからね、止まらない。悪口、奥さんの悪口とかさ、聞きたくないじゃん、なんかそういうの。人の悪口みたいなとかさ。まあそういう術もあります。アサーティブを知ると。聞きたくない話とか、賛同したくないテーマとかあるじゃん。そういう話がダラダラって続く時あるじゃん。そういう時にうまくこう主導権握って話題変えたりとか、聞かないとか、立ち去るとか、ごめん、ちょっとその話苦手っていうふうに言ったりとかね、そういうことできるようになったからね、まあ良かったなって思ったりしています。そうね。おでこがかゆいです。だいぶパーマ落ちてきたっていうか伸びてきた。はい。取り留めのない話になっちゃったけど。じゃあ、ここまでにして、あずきが頭すごいつけてる。あずきさんを出しましょうかね。ほとんど羽は生え変わって元気になったの。元気になって、それでね、今日は出してみます。泣くようになったしね。ちょっとうるさかったかもしれないけど、すぐは出てこないかな。はい、はい、どうぞ。
あずきさん出てこない、出てこないかな。はい、なんか餌のあれ取れちゃったんだ。はい、それではみんなも元気でね、また来週お会いしましょう。暑い一週間になると思うけどね、ジメジメとなんとか乗り切ろうね。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。さなきちとあずきでした。バイバーイ。